はい。皆さんこんばんは、八木奈々です。今日はファンズハウスに来てるんですけど、今日はちょっと一人でお話をする時間があったので勝手に回してます。今日はね、私がこう男の人にされたらキュンとするなとか、こういうことしてほしいなって思うようなことをちょっとあんまりお話ししたことがなかったので、私の落ちてくを知りたい人がいるかもしれないのでお話ししたいと思います。じゃあ聞いてください。多分みんな似てると思うんですけど、私が落ちちゃうのはまずね、すごい強引な強気な男性が大好きで、なんかこう強引にアプローチされると多分なんか引っ張られちゃうところがあるんですなんか私初めてお付き合いした人がいるんですけど、その人に7回告白されたんですよ。で、7回告白されて、なんか1回目はなんか本当に私のこと好きなのかなみたいな感じだったんですけど、なんか2回目3回目ってなると、え、そんなに好きなのみたいな、しかもなんかこういうとこも好きみたいに言ってくれて、なんかそういうのがすごい嬉しくて、あ、好きなんだ、嬉しいな、付き合いたいかもなっていうのがあって、でもなんか7回まで行くと、もう多分私の方が好きなんじゃないかなってくらい好きって言われすぎて、え、もう私も好きってなって付き合ったことがあって、私のプライベートで告白されたのその方だけなのでもう今すごいそれが覚えてて、なんかもし次誰かと付き合いするなら、なんかそういう強引ないっぱいもう好き好き好きって言ってくれる人がいいなって思いますあとね、匂いがね大好きで、汗の匂いとかが大好きなので、臭ければ臭いほど好きです。で、なんかよく電車の中とか外歩いてて、夏とかだと汗かきの男性がこうハンカチでこう拭いてたりとか、なんかシート、匂いのシートでこうちょっとケアして気にしてるのとか見るとすっごいキュンキュンしちゃって、あ、気にしてるみたいな気にしてる、かわいい、気になんないのにって思っちゃうので、すごい好き。あ、そう、すごい好き。今ちょっと思い出しちゃったそう、すごいそういうケアしてる人いいなって思うし、なんかわかんないどうなんだろう、でもそうですね、好きですね。多分一番好きかもしれない、匂いのきつい人がいいです。近い距離でしか感じられない匂いがより好きです香水とかつけないでほしいですね、男性に。香水あんまり得意じゃないので。です。あとは口とか、なんだろう、手とかをすごいケアしてる人とかも魅力的だなと思ってて、なんか唇がツルツルな人とか手が綺麗な人ってすごい、これも多分あるあるだと思うんですけど、やっぱ気使ってるっていうのももちろん素敵だし、なんか私としてはこうエッチの時に手をつないだりとか、そのチューをするのが多分一番好きなんですよ。キスと手をつなぐだけでもう濡れちゃうし、でもなんかそれでいい、それが全部でいいぐらい好きなので、
やってほしい。だからご飯食べてる時とか、でも、とか、ね、一緒にいる時に、なんかリップクリーム目の前で塗られたりとか、なんかハンドクリーム塗られたりとかすると、ちょっとムラムラします。いいなって思うし、なんか私がもしハンドクリーム持ってたら、この人と、エッチしたいなじゃないけど、この人のこといいなって思ってる人がいて、なんか自分のハンドクリームをこれ塗っていいよってちょっと渡すのとかしたい。したことないんですけど、そういうアプローチの仕方とかなんかできたらいいなって思ってます。なんか話それちゃってます。大丈夫かな、動画になるのかなこれ。あとね、いっぱい話しすぎかな。あと、あ、でも私このお仕事始めてから気づいたんですけど、私毛が濃い人が大好きみたいで、なんか今まで全然毛とか好きとか嫌いとかあんま考えたことなかったんですけど、なんか男優さんとかでもツルツルの人と毛がいっぱい生えてる人がいて、毛がいっぱいの人の方が私はすごい興奮するってことに気づいて、なんかだからもう今多分脱毛とかも流行ってると思うんですけど、私はもう脇も胸もあそこもヒゲも全部ボボでもいいし、なんか男性男を感じるので、私はすごい好きなんですよね。だから毛は生やしておいてほしいし、気にしないでほしい。毛が濃いのって思ってます。そう、キュンキュンする男性はそんな感じかな。あ、でもこれはちょっとお話しそれちゃうんですけど、なんかあんまり自信がない男性はちょっとなんか苦手で、私が全然自信があるタイプじゃないので、なんか自信がない人よりも俺についてこいみたいな自信がある人の方が、大丈夫だよ俺が好きなんだからみたいに言ってくれて、私の自信のなさをカバーしてくれるような人だとキュンキュンするし、そんな人がいたらでももう私彼氏いると思うんで、ちょっと周り、私の周りにはそういう人が今のところいません。いません、募集中です。じゃあちょっとあんまり内容なかったかもしれないんですけど、苦手な一人語り頑張りました。聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。大丈夫かな？